やってまいりました、下谷神社。今日はね、なんで下谷神社に来たかというと、万人に見てもらいたいところがいろいろあるんですよ。はい。じゃあね、まあ、詳しい。あれを撮ってもらっていいですか？いいですね。このね、上野の結構街中なんだけどね、急にでかいこんな鳥居があって、なかなか感じますかな。いや、ちっともね。本当に俺全然信心深くないんですよその辺は。まあ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 、歴史的建造物だから楽しめると思いますけどね。行ってみよう。あやかってますね。あやかりそうだ。見えないほど。ちょっとあの後でお見せします。うさめな。ああ確かに、なんかあのここがね、ここが広い、ね、あんまり見たことない。スピーカー。音、サウンド。はい、斬新だね。これも鳴らせないから。鳴らせないからね。すいません、龍の天井絵って見ることはできますか？祈祷してるので、はい。ああ、そうなんですね。終われば。うんうん、ああ、そうなんです。結構時間かかり。10分ぐらい。そうなんです。あ、わかりました。じゃあちょっと待たせてもらって。ありがとうございます。じゃあちょっとおみくじでも。で、実際はカメラ撮っても大丈夫。大丈夫です。わかりました。ありがとうございます。やった。今年初を見てね。やっぱ気になるよな。言うても。見てね、普通のやつは100円だし、なんか特別なやつもあるけど、どうする？いや、普通のでいい。普通の100円玉がないんですよ。あります？多分あるよね。ありがとう。じゃあ引きます。これで、やっぱこっちがいいかな。死ねえ。もう一回取ったらダメよ。ちょっとこっち来いよ。はい。何が出るかな。神の教え。中吉ですね。中吉かなり高い方ではあるけど、うん、分かんないんだけど、それ大吉よりいいかもしれない。結んだ方がいいんだよね、こういうのってね。みんなの願いが、ちょっとね、あのバンジさんにね、ぜひ見てもらいたい。落語好きでしょ。1700何年とかだいぶ昔にね、ここで初めて寄席やったっていう、寄席発祥の地があるっていう。落語の寄席が、落語の寄席が、落語こっから始まったんだ。こっからね、落語の歴史が始まったっていう、なかなかのものでしょ。私の尊敬する正岡子規さんの句もありますね。子規、うん、寄せ羽根って上野の鐘のような画かな。
ういうことですか。女性が跳ねてかな受けたって言うのも秋で夜長いんだなみたいな。先生じゃないです。ほら、上もくぐっとく。俺も一句読もうかな。いいね。時代かな。しぶしぶ始めて、夜長かな。ね、だいぶバックグラウンドを知ってないとよく意味がわからないと思う。そのあれ要はやっぱりあれなんですよ、寄席も最初始まったんですよ、はい、あ確かにね。しかもね、きっと始まった頃はこんな伝統芸能とか思われることになって、そうそうそう、こんな感じで緩くやってたおもろい話してるわっていうぐらいのものが今となってはすごい伝統あるものね、うんなったかもしれないです。まあ、1700年代とかだから確かもう300年とかにはセンサーで水出てくる。え？ここすごいですね。ハイテクなんですよ。これが神社じゃないハイテクなんですよ。なんか京都のあれみたいね。あああれね。あのすげえあるやつ、ね、これがすげえあるやつ、すげえあるこれがすげえあるね、あいっぱいいますよ、うわいいな、ちょっとこれかわいいじゃん、うん、いやいいですね、狐の中のバンディ、どういうお気持ちはやっぱ狐のパンデミック、神社はちゃんとテクノロジーで対抗するんだぞっていうすごい東京の意地みたいなものを感じました、ね、むしろいいよね、かわいい、かわいい、寝てる、生まれたて、かわいい、え、これはこれ亀や、亀ですね、これよ寄せ亀、寄せ亀、水が汚れますので亀に餌をあげるときは誰も残さないので、言い聞かせていく、どういうこと、これこれこれ取ってこれ取って言い聞かせたらその食べるんですか全部亀さんは、いやーやっぱりね微動だにしないけど、ね、何をあげればいいんだろう、餌、餌ないし、あとその亀の子だしが亀だからかわかんない、亀だしいっぱいあるんだ、亀だし食べる子だ、なんかあのアヒルもいるって聞いたんですけどね、アヒル、うん、ガーさん、ガーちゃん、ガーちゃん、アヒルのガーちゃんがいるって聞いたんです、どこに探そうや、うん、アヒル探そう、あ、これかな、何、アヒル、アヒル、アヒル、まあ、速度的にはだいたいアヒルではない、ではない、ではない、いけます、龍の天井愛をちょっと言いながら、本当にいいんだよ、おふざけ禁止です、おふざけダメですよ、いやでもすごいな、この目が、はいはい、目が見つめる先がちょっとでもいいね、この漫画っぽくて、あ確かにえでもそれはちょっとあるかもしれない、思いのほうがキャッチーっていうか、うん、そう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 、なんかちゃんとキャッチーさがあって、うん、見たら分かる、でこの参拝者の方めちゃめちゃ睨んでるみたいな、そういう感じがしますよね、いや分かんないけどそう思わない、そういう風に感じられるけど、はいはい、なんか、うん、なんていうの、なんか
いや、ただね、面白いなと思うのよ、この絵が。うん。構図もすごいしな。すごい、ベニヤ板の、はいはいはい。木目がすごい残ってて。そうだね。うん、利用してるのかな、木目。いや、多分してないと思う。そういうことじゃないかな。腕がいい、ね。そうそうそう、腕がさ、腕から、あらぬ方向から出てきてすごいよ。どこから腕出てんのっていう。いやー、なかなか貴重な絵ですよ、これは。貴重なんだろうけども、うん、正直微妙。古いっていうのはすごい。まあね。古いっていうのは分かる。まあ、由緒正しきものではある。うん。おそらく。だから、絵としては。失礼しました。え、見たい。何？秋田県だった。はい。ああ、なるほど。で大きくなった。そうです。すごい。あと20年ぐらい生きる。ね。ジェニー、ジェニーちゃんと。モン吉は、はい、はいはい、ありがとうございます。門の近くにいるからモン吉モン吉は何でなんですか。それはないですけどありがとうございます。ちょっと見てみます。ありがとうございました。モン吉会ってみました。秋田犬好きだもんね。まあまあ、まあ、犬好きだ。違う、犬がね、まず犬はこうどんだけ描いても早くならない。ああ。猫はアレルギーだけど。どこに小さい門があるという。ここですね。え、それか。これ。え、これ入っていいんですか。あ、トイレがあるんですか。あ、ありがとう。面白い。失礼。あ、いるな。いらっしゃいますね。モンちゃん。モンちゃん。モンちゃん。お友達。立派な立派な秋田犬。秋田犬です。おお。ちゃんとした秋田犬です。すごっ。ボンちゃん、飛びつくかもしれないので汚れるかもしれない。あ、それは全然大丈夫です。ただ噛まないです。うん、汚れる分には全く。ボンちゃん、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 よしよしよし。だからボンちゃん。ボンちゃん元気？うんうんうん。いや気に入られてるの。すぐ飛びつくので。はい、そういう人懐っこいんですね、もんちゃん。よかった。嬉しいな。大きいな。ダメだよ、完全。かわいい。もんちゃん。もん吉って言うんだって。もんちゃん。もんちゃん。昔、ドモンっていうね、柴犬をね。おばあちゃんか。へえ。うわ、そうなんだ。モンキちゃん。モンモン土。やべ。ダメダメダメ。よいしょよいしょ。かわいい。甘噛みしたらダメ。またな。またなも。モンちゃん、また遊びに来るね。モンキ。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、表の茅野神社だったんですけれども、ここはね、有名な心霊スポットでもありまして、まあ、そもそも秀子さんは、秀子さんは結構ね心霊スポでもあってね、やっぱりあの東京大空襲ですごい燃えてるから、この辺りで掘ったら、まあ、大抵白骨死体なんやかんやが出てくるっていう話とか、まあこの周りでね、なぜか自殺であったり多いんだ、倒産、会社の倒産であったりがすごい続いてて、ちょっといわくつきの場所にはなってるらしいですね。はい、もしかしたら撮ったら映るかもね。あそこのラーメン食べてみる。あ、いいね、美味しいかなちょっとでもそのさ、うん、
呪いを超えてるラーメンだから相当すごいんじゃない。そう、残り生き残ってるから、よほどすごいラーメンなんだと思う。そうそうそう、うん、気をつけてね。ほら、ここでいいんですか。呪い超えたラーメン。呪い超えラーメン。なんだろう、食べてみますか。準備中ですね。そうだね。心を込めて。オーケー。美味しそうだけどな。次はどこ行きますか。タイランド。タイランドのマサカド行ってみますか。まあ、行ってみるか。せっかくだし。またバイバイ。またバイバイ。またバイバイ。